デシャー特番7月30日アップデート情報公開。どうぞ。はい、どうもサオでございます。どうもカネでございます。デシャー名ゴリさんです。はい、すっかりあの夏シーズンなんですけど、雨が降り合わないんですね。そうですね、雨が降り合わなくて全然実感がない。そう、梅雨明けが、はいはい、いつ明けんだということなんですけど、ね、今回はまあ夏にちなんだイベントが開催されると聞いておりますので、デシャーの方でね、夏をかみしめてもらえればいいかなと、うん、はい、はい、ところです。今回、はい、ついに、夏仕様のラグナブレイクの開催となりました。なるほど、ラグナブレイクはいいですね。来、はい、ました来、はい、ました。次回アップデートではラグナブレイクシーズン9サマーシューターズの開催です。おお、ということでこれですね、右上の子がボスですよね、うん、なんか可愛げな感じしますね、この子めちゃめちゃ可愛げですね。可愛げですよね。まだわからない、まだ、はいはい、こちらの情報はですね、開発環境でプレイしているものになりますので、実際には変更がある可能性がございますので注意してください。それでは、今回のレイドボス、こちらが、ビリー水属性の妨害型になります、はい、すごいですね、今回は、うん、ね、乗っけちゃってますけど左がね、これはなんかすごいロケットランチャーのようにも見える、はい、そうですね。これはね、多分サマーレイドなんであれなんでしょうね、うんうんうん、タンクもありますからね、後ろに。そうですね、っていうかこれさっきのと一緒ですか？なんか見た目違う気がする、ね、はい、そうなんですよ。はい、ラグナブレイクの目玉の一つであるコスチュームなんですけども、はい、今回はこんな姿になってます。なるほど、なるほど、そういうことか。こっちはさらにすごいですね、はい、忘れてました。こっちなんで大丈夫なんですか、これ。これ大丈夫なんですか？これやばいですよね。水着を着てるから着て大丈夫だと思います。着てないし、はい、もともとこれスクミズ着てたんですかね。そういうことですよね、日焼けはとか。さっきの絆解放、なるほど、あのコスチュームから、はいはいはい、本当だ、あれの跡がついてるんですね。はい、長い長いバトルの末にたどり着いたこの日焼けの跡。素晴らしいですね。いや、大丈夫なんですね。大丈夫なんですね。はい、お尻とか大変なことなんですね。後ろ髪ったらダメですからね、うん、うん、そうですよね。はい、はいはい、ということにしておきましょう。はい、今回のこのコスチュームはもちろんラグナブレイクの報酬として獲得できますので、はい、ぜひ皆さんに頑張っていただきほしいです。頑張りましょう、はい、頑張りますね、これは。はい、では、性能も紹介していきましょう。はい、はいはい、まずはノーマルスキルですね。スキルゲージ減少がついております。そして、スライドスキルに防御虫ダメージに加え水ヘビデバフ効果付与です。なるほど。はい、そしてドライブスキルに回復負荷と、うん、津波がついておりますね、うん、はい、というわけでまた新デバフですね、はい、水ヘビとは一体何でしょうか。はい、はい、そうですね、まずスキルゲージチャージ量を減少させます。はい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 、はい、もうその時点でそこそこ強力なんですけど、うん、すね、まずって言いましたよね、はい、そうですね、あのさらに、はい、水属性が水ヘビ効果中のチャイルドを攻撃するとき、チャイルドを攻撃するとき追加ダメージが発生します。なるほど、はいはいはい、この追加ダメージなんですけども、追加攻撃のダメージは攻撃を受けた側の属性、はいはい、これによって変わります。はい、なるほど、ちょっと待って、なるほど、ちょっとお願いします、もう少しお願いします。もう一回いきますね、はい、例えば、はい、水蛇中のチャイルドが火属性だった場合、はい、火属性だった場合この追加ダメージはもっと増えます。なるほど、はい、はい、そして貴族性の場合だったら逆に減少します、うん、はい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 、つまり、その属性の相性が、はい、まあ、さらにこう強化されたような、うん、そうですね、まあ、印象があるのかなとは思いますけども、はいはいはい、はいはい、それでは、それ以外の属性、貴族性と、貴族性以外の属性の追加ダメージはそのまま受ける、うんうん、はい、なるほど、追加ダメージはあるんですけどそのまま受けますよ。そうですね、っていう形ですね、はい、スキルゲージチャージ量減少も伴うので、はいはいはい、まあ、これも非常に強力な部分かなと、ね、はい、思いますね。もちろんこのチャイルドは、はい、あのラグナブレイクの報酬としても手に入りますので、ありがとうございます、はい、ぜひこちらもゲットしてください。はい、はいはい、そして、今回もラグナブレイクに役立つチャイルドがね、登場いたします、はいはい、アニー貴族性攻撃型でございます。アニーちゃんまたすごいっすね、はい、これ大変だな、うん、もうね、意味わかんないですね、やっぱタンクが大事なんですね。そうですね、これね、はい、なんでしょうね、そうですね、この鉄砲に水ついてるので、はい、なんですかね。そしてさらにケモミミと、はいはい、もうこうモフモフ感がちょっとプラスでついてるという、まあ、こういうのやりたい放題っていう、ね、確かに。でですね、はい、これ絆前の姿なんですよ。なるほど、こんなにエロいのに前です。なんだと。なるほど、
切り替えましょう。こちらが、絆、解放後の姿になります。すごいっす。来ましたね。来ました、このボリューム感と。これやりたいことですね。太ももの隙間フェチありますよね。ありますね。最近ちょっとやっぱね、はい、あそこら辺注目されてますから、ね、そうなんですよ、注目の場所なんですよね、はい、あそこ注目のスポット、まあ、そうそう、おっぱいあってお腹あってへそあって注目のポイントが増えてます、はい、というわけでもう大変なことになってるんですけど、はい、性能もね紹介していこうかなと思います、はいはい、それではこちらスキルですね、ちょっと長めなんですけども要約していきます、ノーマルスキルですね、水属性の追加ダメージ、はい、そしてクリティカルが発生するとですね自身に吸血効果が付与されます、はい、そしてスライドスキルですね、防御虫ダメージ、こちら3連打、そして、うん、デバフ中の場合ですね、敵がデバフ中の場合ですね、さらに追加ダメージ、追加ダメージ、そしてレイド限定でクリティカル発生時、対象に固定ダメージを与えてしまうと、うんうん、いっぱいがありますね、はい、最後ドライブスキルですね、ランダムで敵一体にダメージを与え、スキル最終ダメージが増加します。なるほど、これバフですね、うんうん、はい、なんか追加ダメージが鬼いいですね。そうですね、追加ダメージやりたい方がいいですね、そうですね、はい、まあ、金属製の、まあ、基本的にその吸血効果付与というのももちろんあるんですけども、はい、ね、まあ、今回レイド限定でのクリティカル発生時の固定ダメージというのもあります。これめちゃくちゃ高いですよね。はい、こちらぜひですね、あの注目してあと見てみたいかなと思うんですけども、はい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 、まあ、やはりクリティカルが、はい、あの重要になるので、そうですね、まあ、クリティカル発生率をこう高めてくれるような装備とか、はい、ソウルカルタとか、はい、あとは、まあ、チャイルドバフ効果とか、はい、まあ、そういうのをいろいろ揃えた上であのチャレンジしていくといいのかなと思います、はい、そうですね、クリティカルがトリガーになってるのもある、はい、はい、そんな感じですよね。まあ、レイド限定の効果ではありますが、うん、まあ、先ほど あのスライドスキルの固定ダメージがダメージソースになりそうなんで、はい、確かに、はい、これは必見でございますよ。ですね。それでは、はい、ではこちらの、紹介したチャイルを、はい、実際にレイドボスのバトルで見ていきたいと思います、はい、そうですね、それでは兄を引き連れて、ラグナブレイク挑んでいきたいと思います、はい、行きましょう。はい、ということでこちらになりました。いいですね。ありがたいですね。これとして大丈夫ですか、脱げる機能ない。大丈夫大丈夫、脱げる機能ない。確かにちょっと危なそうですね。押さえてるからちゃんと力を押さえてるから。なるほどなるほど、はい、脱げる機能あった方が良かったんですけど、そうですね、まず、まあ、楽印見えますね、うん、そうですね、楽印、まあ、ドットダメージ解除とか持続ダメージ解除必要になるのかなってとこなんですけど、うん、はい、まあ、ちょっとね、見たことないね、あの雫マークが出てるんですよ。そうですね。これは水蛇さんですね。水蛇さんがいるんですね、はい、そうですね、まあ、なんでこれは貴属性の見方ちょっと多めにしてしまうんですけど、まあ、うん、自分のなんかパーティーに合わせて貴属性多めにするっていうのはやっていきたいですね。はい、追加ダメージが軽減されるんで、そうですね、そこが大きいのかなっていう感じですかね、うん、はい、はい、ドライブスキルです。ドライブ来ました。おお、スナイパーですね。アヒルさんが、あら、ああなるほど。お、ということで、なんかね、回復負荷ってね、嫌なね、嫌なデバフがね、嫌、はい、なデバフ、嫌なデバフですよ、はい、まあ、こういう時はね、はい、あのまあ、一番理想は、はい、まあ、貴属性、あの、はい、吸血効果でこちらを乗り切っていただくのが、はい、まあ、そんな感じになります。兄も持ってますからね、うん、はい、そうですね、そうですね、というところでね、兄の火力がね、めちゃくちゃすごいんですよ、うん、頼もしすぎるんですよ、うん、ありがたい。そうなんですね、先ほどの紹介の通り、はい、あの今回ラグナブレイクではやはり兄は強力なチャイルになってますので、はいはいはい、ぜひこちら使ってみてほしいし、はい、あと、はい、あのビリーと兄、それから水鉄砲を持って今回はお互い戦ってるんですよね。これ、うん、ね、水鉄砲って言うんですよ。はい、そうなんですよ。これはなぜ水鉄砲でこうやり合ってるのかっていうのは、ラグナブレイクのストーリーの中で明かされていくので。なるほど、ストーリーで水鉄砲で激しいバトル繰り広げちゃうと、はい、そうですね。じゃあね、お召し物も大変なことになっちゃうんで、また脱げるんですか、うん、いや、どうなんでしょうか。ありがたいですね、まあ、それとかね、本当に確かにってことなんで、はい、あのストーリーに期待しております。注目ですね、はい、というわけで本日の先行情報内容は以上になります。はい、今回のラグナブレイクね、あの露出がね、うん、今までで一番すごすぎてね、あの本編に集中できるかわからないそうですね、いや大変ですね、大変です、はい、で今回、はい、サマーサマーサマーというイベントの、サマーサマー、はい、夏の、イベントの走りでラグナブレイクがスタートするんですけども、はいはい、もうここから始まるんですね、はい、そうですそうです。この後、まあ、事前に告知などでも案内しましたけども、
ナラティブダンジョン、はい、そしてワールドボスと、ストーリーがですね、つながっていきますので、ぜひその展開も見どころなのかなと思ってます。はい、ストーリーつながってるんですね、はい。ありがたいですね。すごいわ。なるほど。普通にすごいわ。モチベになるわ。続きはまだあと2つあると、はい。そうですね。楽しみですね。楽しみです。はい。はい、それでは今回の特番は以上です。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。